アンは、イギリス王及びハノーファー選定校、ジョージ2世と王妃キャロラインの長女。オランダ総督、オラニエコー・イレム4世の日。ドイツ名、オランダ名はアンナ。ハノーファーで生まれる。祖父ケオルクルートビヒ選定校が、イギリス王位を継承して、ジョージ1世となったのは5年後の1714年であり、父。 ゲオルク・アウグストが多いと選定公くらいを継承したのは1727年である。同年、王の長女の称号プリンセス・ロイヤルを授けられた。1734年に、オラニエ公・ウィレム4世と結婚した。二人の間の子供のうち二人は流産し、三人は養成して成人したのはカロリーナ、ウィレム5世の二人だった。ウィレム4世は1747年に、 イギリスの後押しで、オランダ連邦共和国の全州総督の地位に就いた。また、この総督職は、世襲が正式に定められた。ウィレム4世が1751年に死去すると、ウィレム5世は3歳で、オラニエ公を継承し、アンは1759年に死去するまで貢献した。ありがとうございます。